はい、皆さんこんにちは、ターボパパです。本日はですね、愛知県の名古屋市にある東山植物園、東山植物園がどうやら今桜が満開ということでですね、ぜひ行きたいということで行ってまいりました。では VTR スタート。はい、では早速行ってきます。今こちらですね、お花畑の桜の回路という方まで行きたいと思います。その桜の回路にはですね、こちら長い階段があるんですね。はい、もうでもね、桜が綺麗です。入りからもう綺麗ですね。こちら何桜かは分かりませんが綺麗でした。はい、振り返るとですね、このような感じですね。結構高低差がありですね、結構上の方まで上がっていけなきゃいけないということで、はい、まだこのように半分ぐらいですかね、とひいこらひいこら行きましてですね、はい、ただいま、上の広場の方ですね、桜の回路、どうやら最近できたっぽいですね。2017年から2019年と書いてありますのでね。はい、上の広場がね、このような感じにちょっと開けた感じになってますね。はい、ではね、桜の回路ですね、中の方に行きたいと思います。はい、こちら桜の回路に突入です。こちら突入するとですね、まさにね、右を見ても左を見ても桜桜桜という感じでですね、ほんと今がね、満開見頃という感じでしたね。この日平日にもかかわらずですね、結構多くのね、人がね、いらっしゃいましたね。僕も初めてね、こちらの場所には来たんですけど、結構ほんと圧倒されましたね。なかなかここまで綺麗なね、桜を見ることもね、今までなかったのでね、よかったらね、皆さんもしばらくの間桜の方をお楽しみください。はい、いかがでしたでしょうか。はい、ここからはね、お姉ちゃんたちは花より団子、花より団子ということで団子を美味しそうに頬張っております。やっぱりね、お姉ちゃんたちはね、花を見ている時よりも団子を食べている時が一番幸せそうでした。とここでですね、ちょっと風が吹きましてですね、このようにですね、桜吹雪がね、偶然にも見ることがね、できました。結構なかなか見ることができないのでね、こちらはこちらで良かったですね。はい、ここからはね、やっと帰り道です。この日はですね、名古屋の方がね、気温が27度ぐらいまで上がったということで、春というよりももはや初夏です。初夏、夏ですよね。まあこの日ね、お姉ちゃんたちはね、汗ばみながらも一生懸命ね、歩いてましたね。このような感じで歩いてます。でね、ここで最後におまけです。トカゲかな、
トカゲがいたのでついつい取っちゃいました。ということで以上になります。